下田菊太郎から1931年12月26日は日本の建築家。秋田県出身。アメリカ合衆国の建築設計事務所での勤務後、横浜に建築事務所を開設した。昭和初期の官庁建築等に広く用いられた定館様式を初めて提案したことでも知られる。当時の建築界では異色の存在で、自ら、 建築界の黒羊と称した。1866年、佐竹藩士下田東右衛門の次男として、秋田県角野立町に生まれた。1871年一家で、秋田市に転居。明治13年秋田市藩学校中学予備課に入学したが、1882年6月に、中途退学して、上京、後部大学校入学を志した。 工部大学校を受験するための予備校として1882年9月、慶応義塾に入学したが、慶応は外国人教師が多く、工部大学校の入学試験の準備には適さなかったため同年12月に辞めている。中学師範予備科の先輩で当時工部、大学校鉱山科の3年生であった石田八也の助言に基づき、三田英語学校に転校した。 1883年3月に、工部大学校を受験、受験生1000名以上、合格50名中、47位で合格、入学した。2年間予科で学んだ後、1885年専門科の増加科に進学。同期に、横川多美助がいる。1886年9月に、父が救世し、学士を得るために、海軍隊犠牲になる。すると、 精神的な不安から逃れるため、次第に進化論などの書物を読み漁り、フランス派ゆえに、主流派となれず文部省にいた山口藩六の教えも受けていた。また、欧米の建築一般を翻訳したり、東京英語学校や三田英語学校などの講師として、アルバイトにも熱中するようになった。このため、担当教授の立野金吾の無味乾燥な建築学の講義に物足りなく、 次第にソリが合わなくなり、卒業政策の相談等に支障が生じ、1887年大学校を中退する。文部省営全科技術庁であった山口の行為により、文部省営全科に雇われる。また、欧米建築一般という住宅の紹介書を出版。この原稿料と父の遺産等、家族の生活費とし、他に、近所学校や、 別荘などの設計管理で資金を得て渡米する。1889年にアメリカに渡り、ニューヨークの建築家ページ・ブラウン建築設計事務所に就職。1892年シカゴ版告白覧会、カリフォルニアンコンペに下田は、個人で応募し落選するが、ブラウンが当選し、現場管理副主任として、シカゴへ赴任、実績を上げる。 カリフォルニア州のパビリオンの現場管理を任された時、万博工事総監督のダニエル・バーナムに指示し、鉱骨建築法を学ぶ。同年誕生日に、米国にアメリカ国籍を取得、アメリカ人と結婚した。鉱骨建築の研究を、さらに希望しバーナムの事務所へ移籍、アライアンスビルなど、鉱骨建築の設計に従事する機会に恵まれる。 1895年に、シカゴに建築設計事務所を設立して独立し、米国免許建築家試験に合格した。短期間だが、フランク・ロイド・ライトの下で働いたこともあるという。1896年、片山東熊が、東宮御所蔵営議官として訪米した際、バーナムを片山が紹介。この紹介のローに大粛ない章から明治42年。 金500円貸しされる。1898年に帰国し、東京に事務所を開設し、低廉鋼鉄建築法を普及しようと事務所を開設するが、かつての市、辰野金吾の妨害に遭い、1901年に横浜市に、横浜に外国人専門の設計士工業会社を営む下田築造合司会社を開設した。その間アメリカで身につけた。 語学力で、横浜の外国人社会とも交流した。なお、東京帝国大学に、鉄骨構造の講義が、ようやく開始されるのは1903年である。講師は、下田と同期生、横川民助であった。1909年事業番会を岸東洋一の、商業地上会に家族と移り住んで、当地で活動を展開、国際派の建築家として活動した。 トアホテルでホテル建築の実績を挙げた下田に1911年に帝国ホテル支配人から書面にて帝国ホテルの設計依頼があり、これを受ける。逆設計2案を携え基調。その衣装は欧米の模倣を避け大ホテルの屋根型接中併合式を採用。後にフランクロイドライトに設計者が変更された。 ライトの設計内容を知った下田は盗作と主張し、帝国ホテルに抗議を行った。この著作権をめぐって7から8年争い、下田の相当な要求を、ホテル重役が了承し、解決を見る。1916年、太平洋学術会議に参加し、耐震構造に関し、内藤太刀浦と討論。1918年再度渡米。 鉄道事課が暴落し、議員建築、博物館、図書館の建築研究を行い資料を集める。1919年帰国。帝国議会設計案1918年に、帝国議会の設計協議が行われる。1919年、青山憲法記念館に陳列された、議員建築検証等選図案を、下田は欧米型三与党流の直撃指摘模倣と、 批判、当選案にも大きな不満を持ち、洋風建築の上に日本式の瓦屋根を乗せる定管併合式を提案した。1920年、定管併合式衣装の主張を活版小冊子を作って友人や主催当局や議員らに配布。1920年1922年の議会で設計変更の請願が採択されたが、 建築界からはほとんど無視された。衣装変更請願は、建築当局も採用せず、下田は繰り返し反論を展開、必要に変更を迫った。その後、定官併合式の様式は九弾軍人会館コンペト選案や、神奈川県庁舎などで、下田の主張する、定官様式の判事に属するものが出現していく。1926年。 スイスジュネーブ国際連盟会館コンペに応募し、落選する。旧香港上海銀行長崎支店。明治の旧香港上海銀行長崎支店とはホテル。ありがとうございます。